サッカーコロンビア代表はコロンビアサッカー連盟によって組織されるコロンビアのサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムはバランキージャにあるエスタディオメトロポリターのロベルト・メレンです。コロンビアのサッカーは20世紀初頭に当時南米の経済を支配していたイギリスとの交易を通して伝えられたのが始まりと言われている。 マグダレナ川川口の港湾都市バランキージャに最初に伝えられ、1897年にはボゴタで現在のサッカーの規則と似た試合が行われたようである。1914年にはメデジン市内に国内初のサッカークラブが誕生する。1924年にバランキージャで大西洋サッカー連盟が結成され、コロンビアのサッカーを統括する組織となる。 1931年 FIFA に加盟、1936年にコロンビアサッカー連盟に名を改めた。1940年代から50年代にかけて主なサッカークラブが次々と創立された。1948年10チーム参加のプロリーグがスタートし、ミジョナリオスとインデペンディエンテサンタフェがリーグの中心となった。1949年には、 チーム数が14に増やされている。1938年には代表チームが組織され、コロンビア代表として初の国際試合を経験する。同年にはなぜかコンカカーフに加盟しているが、結局、コンメボルの一員に落ち着いている。1940年代、50年代は代表の強化がうまくいかず、南米で再開を争うほどであった。1950年に、 ミジョナリオスを中心とした新リーグが発足。新リーグには石油、ゴム業界とマスコミ、マフィアがバックについていた。移籍金を払わずに海外の有名選手を獲得できる制度は低賃金のアルゼンチンやウルグアイから大量に選手を獲得することにつながった。本来払うべき移籍金を選手の年俸に当てられるからである。この時期には 英国からも選手が移籍してきた。名選手、アルフレッド・ディステファノを擁するミジョナリオスと、国内外の有力選手が参加するタチームによる、新リーグは、当初は盛り上がりを見せるものの、下術するフィ f ファの措置により、人気加工による、運転資金不足に陥る。さらに9リーグとの引き抜き合戦、隣国アルゼンチンの経済混乱につけ込んだ、クラブ丸ごと引き抜き工作。 代表選出に伴うリーグ間の清掃など健全なサッカー環境とはほど遠いものになった。フィファは南米サッカーの秩序崩壊の引き金になるとして1950年に資格停止、1954年には南米サッカー連盟にコロンビア代表、クラブの排除勧告を出す。1956年にはコロンビアサッカー協会による調停措置により、 新リーグが国内を統一するものの、すぐに、また、サラサラリーグが没行。1959年には、新サッカー協会までもが登場し、これにより、体制が瓦解した。1960年に南米サッカー連盟より、リベルタドーレス敗廷規戦開始に伴う解禁処置を、受け、対外試合に復帰するものの、1971年の、現、 コロンビアサッカー協会の大統一まで混乱を続けた。この間、コロンビアは1962年のワールドカップに初出場を果たし、ソビエト連邦と引き分けたものの、ユーゴスラビアにゼロのごと大敗するなど1分2敗のグループ再開で大会を終えた。1974年、フランクフルトでのフィファ総会で、コロンビアが1986年の ワールドカップ開催地になることが決定した。ところが、同時に FIFA フフ会長に就任したジョアン・アベランジェは、ワールドカップの参加国数拡大を選挙公約として当選した経緯があり、それが1982年のスペイン大会での参加国数の16から24への拡大とつながった。経済状況が良好でなく、かつ大国とは言い難いコロンビアにとっては24。 チームでの開催は国力の限界を超えるものだった。スタジアムで警官が発砲して、銃弾を受けた二人を含む四人が死亡した事件が決定打となった。1982年11月にコロンビアサッカー協会は開催は不能という回答をフィ f ファーに送り、翌1983年5月、大体開催地として立候補したアメリカ合衆国、カナダ。 メキシコの中からメキシコが選ばれ、各して1986年のワールドカップはメキシコで開催される形となった。1980年代、コロンビアサッカーの長き低迷に終止符を打つ期待のタレントが出現した。カルロス・バルデラマである。チリチリの超金髪という風貌のバルデラマは、フィジカル的には極めて平凡ながらも確実なプレーを難なくこなすテクニシャンで、 1987年のコッパアメリカでは3位進出の原動力となり、同年の南米最優秀選手に選出された。ワールドカップイタリア大会の予選では、バルデラマやレネーギータの活躍もあって、28年ぶりのワールドカップ出場を決めた。本大会では、ユーゴスラビア、西ドイツと同組という厳しい条件下、1勝1分1敗の成績で、 グループリーグを突破。決勝トーナメント1回戦では、カメルーンと対戦したが、延長戦の末に、イギータのミスなどで、カメルーンのロジェミラに2ゴールを決められ、大会を去った。1994年ワールドカップ、アメリカ大会、南米予選でコロンビアは、快進撃を続けた。バルデラマをはじめ、フレディ・リンコン、ファウスティーノ・アスプリージャといったタレントを擁し、敵地ブエノスアイレスで、 アルゼンチンに5の0で圧勝するなどの強さで予選を通過。本大会でもペレが優勝候補に挙げるなどダークホースとして注目のチームとなった。こうして迎えた本大会だったが、初戦ではゲオルゲハジを擁するルーマニア2-1-3で敗れた。2戦目の相手は開催国アメリカであったが、この試合で DF のアンドレス・エスコバルが 相手のクロスボールの処理を誤りオーンゴールを検証した。そのまま1から2で敗れたコロンビアの一時リーグ敗退が事実上決定した。そしてコーナーを恐れてメンバーの誰もが帰国を拒否する中、説明する義務があるとして唯一人帰国したエスコバルにはさらなる事態が待ち構えていた。帰国後、メデジン郊外のバーで飲んでいたエスコバルを数人の 男女が取り囲んで抗論となり、最後にはゴールという言葉と共に12発の銃弾を打ち込まれて、エスコバルは射殺された。1998年のワールドカップ、フランス大会には3大会連続出場を果たしたものの1勝2敗でグループリーグ突破はならなかった。その次の3大会は、あと一歩のところで本戦出場を果たすことができなかった。 2001年の自国開催のコッパーアメリカでは初優勝を果たす。2006年、エルソン・ベセラがナイトクラブで口論となった末に射殺された。またも繰り返された悲劇にエスコバルの悲劇の再来と呼ばれた。同年、ブラジルと並び2014年の FIFA ワールドカップの開催地に立候補し、ブラジルの競争相手に名乗りを上げるも開催地には選出されなかった。 立候補の背景には、コロンビア大統領であるアルバロウリベの意向が反映されていた。バルデラマの引退後は、低迷が続き、ワールドカップにおいても1998年、フランス大会の出場を最後に予選敗退が続いていた。しかし、ラダメール・ファルカオやハメス・ロドリゲスなど世界トップレベルのタレントが続々と現れたことで、再び競合チームとなり、2014年、 ブラジル大会では、強行揃いの南米予選を2位で突破して4、大会ぶりの出場を果たした。大会のグループリーグでは、グループ C に入るが、南米予選で9得点を挙げたファルカオが1月に、所属クラブの試合で負った怪我から回復せず、最終的に代表に選ばれなかったにもかかわらず、ハメスラの活躍で初戦のギリシャ戦を3-0、続く、コートジボアール戦も2-1で連勝し、 グループリーグ最終戦の日本戦を待たずに1990年大会以来二度目となる決勝トーナメント進出を決めた。なお、日本戦は4-1で退場し、勝ち点9、グループ1位で通過した。決勝トーナメントでは1回戦のウルグアイに2-0で勝利し、準々決勝のブラジルに1-2で敗れたものの、チーム初のベスト8という成績を残し、決勝戦後に行われた。 各賞発表でフェアプレー賞を受賞した。また、個人としては、ハメスが得点王となった。2018FIFA ワールドカップでは、首相のハメスが怪我で書いたままグループ H に入り、初戦で再び日本と対戦することになった。試合は、カルロス・サンチェスが開幕3分でレッドカードを献上した影響もあり、前半の6分に、香川真司に PK を決められた。 その後、フリーキックを獲得して、不安金ペロのゴールで1から1の同点に迫るが、防戦一方となった、後半の28分、大迫祐也にヘディングで決められ、1から2で敗れた。なお、フィファワールドカップの試合で、南米勢がアジア勢に敗れたのはコロンビアが初めてであった。2戦目のポーランド戦では3の0と勝利を収め、今大会初白星を挙げた。 3戦目のセネガル戦では、後半の74分に、ジェリー・ミナのゴールで1から0と勝利して、グループ1位で通過した。また、1998年大会以降は、初戦敗退で、グループリーグ通過したチームはシード国であるか初戦の、相手がシード国のいずれかの条件を満たしていたが、コロンビアは、初めて両条件を満たさずに通過した初のチームとなった。 決勝トーナメント1回戦では、イングランドと対戦し、後半の12分に、ハリー・ゲインの PK で先制されるも、アディショナルタイムに、ミナのゴールで1から1の振り出しに戻した。その後は延長戦でも決着がつかず、PK 戦にも連れ込むが、4人目のマテウス・ウリベ、5人目のカルロス・バッカが立て続きに失敗し、2大会連続のベスト8進出を逃した。出場した回の未表記。 ありがとうございます。